新興国などの人口増加や経済発展に伴って懸念される世界的な水不足。海外の大手企業は下水を処理して再利用したり、海水から飲み水を作ったりする、いわゆる水ビジネスに力を入れているのに対して、日本は出遅れています。こうした中、独立行政法人の NEDO 新エネルギー産業技術開発機構が北九州市で水処理の先進的な実験プラントの建設を始めました。日本の技術力を海外へ発信する拠点にしようという今回の取り組みを取材しました。水循環プロジェクトを取り進む。独立行政法人の NEDO がおよそ16億円をかけた先進的な実験プラントの建設が北九州市の下水処理施設の一角で始まりました。大手プラントメーカーが建設し、施設の管理運営は北九州市と企業が共同で担います。この実験プラントは下水の処理と海水の淡水化を一度に行える国内初の施設です。一度に行うことでこれまでの施設より安いコストで利用できる水を作ることができます。作った水は工場用水や農業用水として利用します。アジアをはじめとする新興国などの人口増加や経済発展に伴って水の需要が急激に増加し、世界的に水不足の懸念が強まっています。このため水ビジネスは大きな成長が見込まれています。大きく市場が伸びていく分野であると。それから世界中で水の問題というのはいろいろ量的な不足であるとか水質の汚染、いろいろな問題を抱えています。こういったところに日本の企業が貢献できていければと思っております。NEDO が注目したのが、深刻な公害を克服し環境問題に重点的に取り組む北九州市でした。水道事業でも先進的な取り組みをしてきました。本市が長年培ってまいりました下水道の事業運営や国際協力の経験ノウハウが必ずやお役に立てると考えております。今回の取り組みでは、技術力を持つ企業と管理運営のノウハウを持つ北九州市が連携して運営に当たります。欧米の大手企業は施設の建設から管理運営まで一貫して受注し先行しています。これに対し日本は施設の管理運営を自治体が行ってきたため、企業に管理運営のノウハウが乏しいのが弱点でした。その弱点を克服し、水ビジネスの新しいモデルにつなげるのが狙いです。新しいプラントには海外からの研修生を受け入れる予定です。北九州市では上下水道の施設の管理運営のノウハウを伝えるため、これまでも海外から人材を受け入れてきました。中米コスタリカの上下水道庁に勤める技師、ウィリアム・レイニンガー・サンチョさん。今年1月から2ヶ月間にわたって北九州市を中心に研修を受けました。下水処理施設の普及が人口の 3% 程度にとどまるコスタリカ。今後、新たな施設の建設が計画されています。こちらから見ていただくと、水質のデータですね。細菌の働きを活用するため、温度や気候に合わせた難しい運用が求められる下水処理施設について詳しく学びました。で、水質の方も自動で観測 してまして、 We need to have new information to how to operate this future treatment plant. It was really good information I think we can use in the future in my country. 新しいプラントでは、技術と管理運営のノウハウの確立を図るとともに、海外からの研修生を積極的に受け入れることで海外への情報発信の拠点にする計画です。 NEDO では企業と自治体の連携を進めることで、遅れを取る日本の水ビジネスの基盤づくりを急ぎたいとしています。日本企業、皆さん優れた技術をお持ちですけれども、なかなかその海外での運営管理といった事業、これから成長していく分にはなかなか食い込めていけないと。海外でビジネスを取っていく上には、この実績というものも必要になっていきますので、ぜひここでその積み重ねをしていただきたいと考えています。企業と自治体をうまく結びつけて、日本の技術を
海外にしっかりと発信していくことができるのか。今回の取り組みを踏まえて、体制づくりを急ぐ必要がありそうです。水ビジネスをめぐっては、世界の市場規模は15年後には100兆円に達するという試算もあります。東京都は今月、海外の水ビジネスに参入するための検討を行う研究会を設置しました。水ビジネスを日本の経済成長を担う柱の一つに育てようと、自治体も加わって参入に向けた動きが本格化しています。